南北間で緊張が高まる中、韓国軍は射撃訓練の映像を公開し、対応能力を示しました。暗闇の中、轟音を上げて次々と飛んでいくロケット。韓国軍は昨日夜、北朝鮮との境界に近い北部で多連装ロケット砲チョンムの射撃訓練を実施し、その映像を公開しました。チョンムについて韓国軍は、車両が最高時速80キロで移動し、迅速に連続的な射撃を行うことができると強調しています。韓国軍としては、北朝鮮が今月15日に韓国とつながる道路を爆破するなど、南北間の緊張が高まる中、有事の際の対応能力を示した形です。